ヘリー・マルティアル・ラコト・アリマナナ・ラジャ・オナリー・マンピア・ニナは、マダガスカルの政治家。2014年1月から2018年まで、同国大統領を一期務めた。中流家庭に生まれ、アンタナ・ナリボ郊外のサボチナメハナで育った。1982年に、アンタナ・ナリボ大学で、MBA を取得後、カナダのケベック大学、トロワリビコーデザイムと会計を収め、 1986年に会計学の準修士号を取得した。1991年にはカナダの公認会計士協会からカナダの会計士免許を得ている。1991年にマダガスカルに戻り会計士として勤務。その一方でアンタナナリボにある国立経営管理会計学研究院の研究主任やアンタナナリボ大学及び フランスのメス大学経営管理研究所の助手を歴任した。1995年にはアンタナナリボに職員50人を抱える会計事務所を設立した。この事務所はマダガスカル全域で地場企業と外資系企業の双方から顧客を得た。2003年にはマダガスカル公認会計し、会計検査環境会の会長に選出されるとともに、 上級会計協議会の副会長や信頼保全委員会の評議員に任命された。前年から主だった外国人投資家が資本をマダガスカルから避難させている中の2009年、ラジャオナリマンピアニナは財務予算省となった。2011年からはマダガスカル航空の CEO を務めている。2013年、ラジャオナリマンピアニナは政治団体。 マダガスカルのための新勢力を立ち上げ、他の32人の候補者とともに大統領に立候補した。主な対立候補には、与党の決意したマダガスカルの青年から元大統領のマーク、ラバルマナナに代わって立候補したノエラザフィンドラバヒやイバナ所属のジャンルイ・ロビンソン、高等暫定統治機構時代にいずれも首相を務めたアルベール・カミーユ・ユビタルや、 ロインデフォーザ・シツミバロ・モンジャなどがいた。第1回投票で、ラジャオ・ナリマンピアニナは、ロビンソンに次いで2位となる15.62%の、得票を獲得した。この投票では、TGV と対立するすべての候補者の得票率が、合わせて55%に達した。第2回投票が近づくに従って、ラジャオ・ナリマンピアニナ陣営は勢力を強め、 政治集会の参加者数も増加した。さらに、高等暫定統治機構のアンドリー・ラジョエリナ、議長からも支持を取り付けた。そのため、第2回投票では、暫定独立国家選挙管理委員会の発表する最初の中間結果から早々と首位に立ち、ジャンル・イ・ロビンソンを破って当選した。国際選挙監視団は、この選挙を自由で透明性の高い、 信頼できるものであったと評価した。再選をかけて2018年、マダガスカル大統領選挙に立候補したが、11月7日の第1回目投票では、得票率8.8%で3位となり、12月19日の決選投票には進めなかった。ありがとうございます。